京都国際漫画アニメフェアは京都府京都市で2012年より開催の漫画アニメ関連の総合見本誌である。略称は K.MAF。出展各社による作品紹介やイベント、物販、出張編集部などが同市左京区の京都市官業館をメイン会場、同市中京区の京都国際漫画ミュージアムを第二会場に行われる。サテライト会場に 京都市官境館向かいのロームシアター京都が2016年から加わり2012年と2014年に近隣の平安神宮境内で行われた関連ライブコンサートがロームシアター京都でも行われている公式キャラクターは藤島康介原案による宮子萌ちゃん2015年までのロゴは天宮慶太原案。2016年からオフィシャルサポーターとして 応援サポーターがいる。京都クメックスのイベント及び京都文化祭典の連携事業であることから関連イベントがメイン会場のある岡崎公園一帯を中心に開かれる。また京都市交通局は本イベントとの連携も増収作の一環として位置づけて京都市営地下鉄において出展作品でデコレーションした系、マフ号を走らせている。 開催日は9月21日22日23日23,800人が入場した。開催日は9月6日7日8日31,800人が入場した。開催日は9月20日21日45,76人が入場した。開催日は9月19日20日36,951人が入場した。 開催日は9月17日18日、43,936人が入場した。開催日は9月16日17日、34,058人が入場した。応援サポーターは、カジユウキと22、7、9月15日16日に開催した。ありがとうございます。